ちょっと前にさ、あの、仙台の大阪王将でさ、厨房にやれ、ゴキブリだ、ナメクジだ、が出て、そのまま不衛生の状態で猫を飼っとったりとかさ、野良猫を飼っとったりとかしてさ、不衛生な状況で店を営業しとって、えー、それを知っとってお客さんに料理出したりとかしとったみたいな、店員がね。うん。で、そういうのでさ、すごい、大炎上した、ね、あの、事案があったけどさ、 あのこの話もよくするんだけどね、俺。あのー、前にね、ファミレス行った時にさ、その、ファミレスでね、まあまあ、ぶっちゃけ言ってはサイゼなんだけどさ、サイゼ行った時に、<laughs> ね、あそこってほら、一応イタリアンだからさ、基本的にあの、ナイフとフォークとスプーン使うわけじゃないですか。物を食べるときにさ。ね。あのー、そういうときにさ、やっぱりね、あの、効率とか、そういうね、あの、従業員の負担、 軽減だったりとかあと席数が多いからさそのの分やっぱ食器の数も多くなるわけですようんだからそれを洗うってのも手間なわけでさねそこら辺従業員の負担を減らしたりとかねあのねしたいっていうのがあってさ人件費の削減みたいなのもあってやっぱ食洗機自動で洗うっていうその食洗機なんかを導入しとるっていうのは別にサイゼリアじゃなだけじゃなくってえー 他のね、飲食、飲食ではもはや当たり前のレベルじゃないですか。ね。けどやっぱ食洗機って無敵じゃないわけですよ。完璧じゃないわけですよ。だからなんかカピカピになった誰か別の人の食べ残しみたいなのも平気でこびりついとるのよ。皆さんそれ確認してます <laughs> 皆さんそれ確認してますちゃんと。うん。ね。気にせん人やったらいいかもしれんけど、ね。手つけてさ、それでさ、 なんかその手使った後にさ気づくのが一番なんか不潔じゃないですか。ね。だからそれから辺を通ずるものがあってさ俺も実際あったのよサイズで。ね。あのいつも俺基本的に割り箸使う人なのよ。うん。そういうところでね。いやで環境が吸ったもんだって言っとるけどさ。あのね。このご時世。けど基本的に俺は割り箸使っとってなんでかっていうとそういうのは嫌だから。うん。 潔癖ってわけじゃないけど、気分的には飯食いに来てないからさ。<laughs> 気分的には良くないからさ。だからもう割り箸袋に、ね、密閉密封されたあの割り箸だったら安全じゃないですか。じゃあその割り箸がね、どういう環境で作られてるのかっていうのはまあ置いといてさ。うん。ね。だからそういうのを基本的にやっとるのよ。けどやっぱりミラノ風ドリアとかさ、ああいうスプーンで食うようなもの、スープ類とかさ。 ね、ああいうのどうしてもスプーン使わなあかんからそういう時は必ず検査しとるのよ。検査は通過あれだけどさ自分でねあのシルバー出してその汚れだったりとかそういうのを気にして OK だったやつを使うっていう。もちろんねあのその新品のところにまた戻すっていう不衛生なことはやらんし一度手が増えたものはもう使用したっていう手にしてあのもちろん避けたりはするよ。当たり前じゃないですかそういうのって。<laughs> ね けど、あのー、なんだろう。何個かやっぱあるのよ。うん。本当はね、理想で言えば、食洗機でガーッと洗って、吹き上げ。うん。ね、そのシルバーを吹き上げるときに、まあ、店員さんがチェックしてくれれば、それに越したことはないんだけど、どうしてもね、やっぱ、ね、例えば、数、数十秒、一、二分、五分も千時間でさ、ね、ナイフとフォークとスプーンを、 ねえ、500本、500本はい過ぎか、ねえ、100本くらいのやつをさ、あね、吹いて、仕分けてって、ねえ、トレイに入れて、それを片付けてってやったらさ、もう大変なわけですよ。だからどうしてもチェックが漏れる。うん、そういうのって、もう、起こり得るもんじゃないですか。ねえ。理想はない、ねえ、理想かもしれんけど、ね、え理想はね、あのー、なんだろう。 外食なんだし、金払っとるんやからそれくらい頼むよっていう気持ちはないにも、ね、ない、ある、それはあるかもしれんけど、けど、ね、それを言えるのは自分がね、あの、これまでの人生ノーミスで生きてきたか、ね、あの、人間かどうかによって限ってくるじゃないですか。自分だってミスするし。 ね。だから人のミスにちょっと寛容にな,よなろうよっていう部分もあるからこそ、ね。あの、そういうのに気を張るくらいだったら割り箸使った方が早いよなっていうので、パスタとかハンバーグとか全部割り箸食ったりしとるんだけどさ。うん。一回それがあってね、チェックしとるときに、どうしてもそのミラノ風ドリアとか美味しいからさ。 ね、食べたいっていう時にスプーンチェックしとったらさその食べかすがついとったわけよ。でうわあやだなーってなったけどでそこでねギャーって騒いだりとかさなんかあわよくば、あのー、料理の値段を割り引いてもらおうみたいな感じでこっそいね人間として最低なやねあのー、行いをねするのではなく、うん、店員呼んで「すいませんと」と「食べかすつい,とついてましたよ」って。であのー。 ナプキンでくるみながら渡すわけよ。ね。そしたら店員はさ、ああ、申し訳ございませんでしたって謝る。それでいいじゃないですか。<laughs> ね。たまたま、たまたま運が悪かっただけですよ。ね。交通事故みたいなもんですよ。ふふふふ。うん。そういうのがあってさ。で、あの、やっぱいいテンポ。うん。それによってもさ、あの、いいテンポってのはさ、あのー、あるわけよ。いいテンポ、悪いテンポ。それこそ俺がその時言ったね。 ところはあすいませんでしたって言ってねそれを持って裏に下げてって裏に下がってってであの客がおるところは触れんからあれかもしれんけどストックしちゃったりとかねそういうのを全部回収して裏で全数確認目視確認、うん、裏で全数目視確認してっていうのをもうやっとる店もあるわけよ、うん、そういう店ってさねあのなんかミスした時き後のリカバリーというかさ ね、だって店俺からしたらさ俺だけが良ければいいっていう感じやにか客からしたらさけど店からしたらね自分の店に来ていただける全てのお客様に対するサービスってのをせなあかんから1個変なのが見つかったらじゃあそれをきっかけに他のものを全部検査して第2第3の被害者を生まんようにしようっていうのでねあのシルバー全部下げて全数検査し直すっていうね、うん、のがあるわけじゃないですか。 そういうのってやっぱ教育が行き届いてる。店員の真面目さとかさ、その店長とかの教育があってのものだよね。うん。ね。けど同じサイズでも、ね。サイズは結構行くんやけどさ。うん。同じサイズでも、あ、わかりました。すいません。みたいな感じで回収して、ね。ボケーっとしとるような人もおったりとか。うん。<laughs> そういって場店の教育って、ああ、そういうことだよな。そういう店で行き,行きたくないじゃないですか。 ねああって。もしかしたら、そのね、俺がおらんくなってから検査しとったかもしれんけど、ねけどそれね、俺が飯しとる間さ、にもさ、お客は別の客が入ってくるわけだからさ、それはまた言い訳になるよね。そういうのをちゃんとやる店に、やっぱ行きたいし、ねやっぱ、そういうところのサービスがあるからこそいいご飯が食べれるわけだからさ、ねそこら辺に文句言うんだったら自分で作れって話じゃないですか。 自分で野菜育ててさ、自分で加工してさ、<laughs> 自分でやれって話じゃないですか。自分でフライパンを売ってさ。<laughs> ね、自分でフライパン焼き付けてさ。<laughs> でそういうレベルでしょうん。だからね、ある程度そういう衛生観念っていうのは、あの、妥協ってのが必要なんだよね。ある程度。うん。すっごい。こういうの、これのね、だね、なんだろう。やっぱみんな高伸びにするじゃないですか。加点加点方式というかさ、 ね。けどやっぱり原点ってのは発生するもんだから、どこでラインを引くか。だか俺だったら、その店員がもうその場しのぎの対応するみたいなところは行きたくないなって思うし、ね、あの、そういうね、現状、そのリカバリーをしっかりやっとるところ、うん、っていうところはまた行きたいなって思うもん,、うん。ね、食べかすのね、あの、シルバーを突きつけられたにもかかわらず。 <laughs> まだ行きたいなってなるもん。ちゃんとそういうのはね、再発防止のためになんかやってくれるだろうなっていうのも期待できるしさ。うん。だからね、なんかそれに対して、うわーって怒ったりとかさ、下心出したりとかするやつはもうすでにダサいじゃないですか。そもそもがダサいじゃないですか。<laughs> だからね、そういうのは穏便に。特にこの SNS の時代だからさ、なんか、私こんなことされました。うわーん、私被害者悲しい。うわーとか言ってさ、叫ぶやつっていっぱいおるじゃないですか。 うん。ね。それを叫んで一体何が目的なんやと。それをネタに自分がね、その SNS で輝きたいからじゃないの、みたいな。ね。そういうレベルになってくるわけですよ。それこそ何だろう。あのー、最初言ったさ、大阪王将みたいにさ、そのね、あの不正を正すっていう意味があるのとは全然違うからさ。ね。そうでしょ <laughs> 私、食べかすありました。あのー、 全くと言って言うど、なんだろう。店員の対応が良くなかったりする、まる点は最悪だ、ムキーンってなるのってさ。それをだ餌にして自分が周りの人にさ、なんか慰めてもらいたい、いい子いい子してもらいたいっていう浅さも透けとるやん、結局。<laughs> うん。だからそういうのをね、あの、目にしたら、ちょっとなんか冷めた目で見るのも一つだし、うん。 だからね、自分もそういう寛容な心、そういうのがね、もう一切許せんっていうのであれば、持ち込みの食器をね、やったりとか、俺みたいに、あの、割り箸みたいな、もう、もう、ある程度清潔なものっていうのを選ぶみたいな、そういうのが必要なんだよ。うん。ね、なんか自分はもう、ね、自分が何もその努力をしないのに、ね、あの、向こうからされたら、なんか被害者ずらするみたいなさ、上から目線でやるってダサいじゃん。<laughs> 鉄のくダサいじゃん,、うん。本当にダサいじゃん。だから、なんかそういうのって大事なんじゃないかなと思いました。はい。まあ大阪王将はね、正直、あの、そのナメクジの件があろうがなかろうが、前に、あの、本当に前、大昔に富山の大阪王将行って、あの、チャーハンとラ、あの、ラーメン頼んで、 熱々のチャーハンと激ヌルの <laughs>、熱々のチャーハンと激ヌルの,のラーメンが来たことに、か悲しみを覚えて、それからはもう行ってないし、行くことすらもう頭の選択肢に入れてないから無駄だっていいんだけど、大阪王将に関しては今後行くこともないだろうし、本当すごかったのよ。なんかその赤ちゃんに飲ませるミルクみたいな温度 <laughs>。 この、このラーメンの丼一回冷蔵庫で冷やしとったでしょみたいな。<laughs> うん。そういう感じ多分ね、先にラーメン作ってしまって、チャーハンできるまでラーメンを放置しとったっていうパターンかもしれんけど、じゃ、じゃないとほら、ね。やっぱ、ラーメンってほら、汁があるからさ、冷めようがないねか。<laughs> そんな短時間で。<laughs> ねえ。 そういうがあってすごい悲しい気持ちになったからね、二度といかんなとは思う。求めすぎてもしゃあないからね。だから特にさ、ほら、飯屋なんていっぱいあるしさ、世の中に。これ、あの、カズレーザーさんが言っとったんだけどね。うん、なんか質問でさ、あの、もしもなんか、その、そういうね、あの、嫌な店、その中でまあ不手際になった店、その時のカズレーザーさんの、カズレーザーさんの時の質問は何やったっけな。えー、っと、料理を半分食べた、 時にに髪のの毛が入ってるのに気づきましたカズレーザーさんだったらどうしますかっていう質問があってそれに対してあの店員に何も言わないしその店には絶対行かないって。うん、っていう感じ。うん、だって美味しい店って何だろうあの他にいっぱいあるから、うん、飲食店なんてこの国にはいっぱいあるから別にそこが1個なかったところであの死ぬわけじゃないし、うん、でカズレーザーさんだから系列でも行いいかんみたいなこと言ってたな確か。うん そそのの店ににはいかんんしその系列にも行きませんみたいなだから実はその,あのこれ俺の,俺の大阪王将みたいな感じで行かない店ってのはいくつかピックアップしてありますよみたいな、うん、その方が楽じゃないですかって、うん、その食べ物に対して考える、うん、考えるそのリソースってのはいちいち盛んでいいから楽でいいじゃないですかみたいな感じで話は落ちとったんだけどまあまだそういうねあのなんか まあ、寛容な心っつったら、多分言葉が違うんかもしれんけど、そういうね、やっぱ線引きみたいなのって、ね、もちろん必要じゃないですか。ね、だからそういうのとかな、そういうのなく、やや騒ぐのって、うん、アホ、アホだよなっていう、うん、この SNS の時代だからこそ、そういうのって自分がね、もしそういう目にあったら、気をつけなあかんことだよなーっていうのは思いましたね。はい、そんな感じで、以上。